ご紹介預かりました小野でございます。本日は皆様お忙しいところ、たくさんの方においでいただきありがとうございます。私もうここの研究所を設立の時には非常にいろいろ頑張ったんですが、めでたく退任して、今は名誉教授として今日お話しいたしますデジタルシルクロードの手伝いをしております。そういうことで私が今まで歩いてきた道と今日お話しいたします文化情報とコンピューターとの関係、これについて最初にちょっとご紹介いたしたいと思います。これまでの研究生活におきまして、私は3度の大きな転換をいたしました。一番最初は宇宙通信あるいは衛星通信というのです。その頃の仲間はなんで今そんなことをやってるんだというようなことをよく言われますが、その後もやはり情報通信の一種でありますパケット、それからインターネットの研究、それで現在は情報学の研究で今日お話しするものでございます。まず第一の転機ですけれども、もうここもご年配の方もいらっしゃいますのでご存知だと思いますが、人工衛星スプートニック、これがソ連で打ち上げられたのが1957年ですけれども、その時に私はまだ高校生だったんですけれども、人工衛星を使った宇宙科学の研究をやりたいと、そういうことで大学の方の理学部の方へ進みました。それで卒業の近くになって大学の図書館で偶然こう目にしたのが、国際電信電話の研究所長が衛星通信、人工衛星を使って通信をやるんだということで、宇宙科学の研究から民間企業へ就職するというような、そういうところに変わりました。ただこれプロジェクト X でも紹介されましたけれども、全て国産技術でやろうということで、私はですね、移動する衛星の軌道を計算するとか、あるいはアンテナを制御するということで、それもアメリカの IBM コンピューターじゃなくて東大の後藤英一先生が発明したパラメトロンコンピューターを使ってやるというような、そういうことにタッチいたしました。それとケネディ暗殺を伝えました最初の日米中継、その現場にいまして、非常に衝撃的な印象を持っております。そういうことが私の第一番目の仕事でございます。それで、そういうことの後、人工衛星の技術がどんどん進んで静止衛星になって、それで1969年、とうとうアポロ11号の月面着陸、人間がアポロに行くということで、国産技術と言っていたんですが、やっぱりアメリカの技術というのは素晴らしく、やはり日本との間が離れていると、そういう感じがいたしまして、1970年にスタンフォードの大学院の方へ留学いたしました。その時にちょうどARPA のプロジェクトが、ARPA といいます、今のインターネットの前身ですけれども、4つの大学を結んでコンピューターネットを使っていまして、私の留学しましたスタンフォード大学もその一つでしたんですが、そこの中でですね、プロトコルとかアーキテクチャとか全然聞いたことない言葉が今も当たり前ですけれども出てきまして、辞書を引きますと議定書とか出てるんですね。で、議定書と通信とどういう関係があるんだろうというのは気がいたしましたけど、ただ漢字としだしまして、とにかく将来の通信に大きな影響を及びそうだと、そういう感じがいたしまして、思い切って衛星通信からコンピューター通信の方へ変わりました。留学で行った時 のテーマと全然違って、後で帰ってきて叱られましたけれども、その時行いました TCPIP、 これはビントン・サーフという方が ARPA で発明した、そのちょうど10年後ですけどね、それが現在のインターネットの元になりまして、それで今日の情報化社会の元、あるいは流星を満たしていると思います。でビントン・サーフ自身は昨年日本国際賞を受けられました。それから第三の提起ですけれども、猪瀬先生から、猪瀬先生この研究所を作られた方ですけれども、突然のお誘いで、とにかく私に手伝ってくれと、学術情報センターというのは全国の学術情報ネットワーク、サイネットと言ってますけれども、それを作っていたり、あるいは図書館システム自身を運営するといいますかね、そういうことでいろいろ情報基盤の研究には開発には頑張ってるんですけれども、私はやはり研究所にしたいんだと、そういう
考えをとくとくと述べられまして、まあ、そのお手伝いをいたしました。それで2000年に国立情報学研究所がめでたくできたところでございます。まあ、国立情報学研究所、今日の研究所ですけれども、情報学研究の中核的な研究機関を目指すという、そういう形で現在も頑張っています。この市民講座もその一つでございます。これは後ほどの、図面でも載りますけれども、情報学という、まあ、その頃は情報学という言葉あんまり言われてなかったんですね。情報学というのは、まあ、図書館の情報学というのはありましたけれども、大体はコンピューターサイエンスか、あるいは計算機科学か、情報科学というようなことで、まあ、情報工学、それをインフォマティクスという言葉に我々はあえて使ったんですが、今ではかなり定着して、もう外国の方でもインフォマティクスというのが普通になってきております。新しい情報に関する総合的学際的な学問でございます。マルチディシプリナリーと言いますかね、そういうものでございます。まあ、それと同時にバイオインフォマティクスとかジオインフォマティクスとか、理学あるいは工学との分野は非常に近いんですけれども、文化とか芸術の融合というのもこの情報学では意図しております。この情報学の新しい領域ですけれども、やはり現在情報が社会の隅々に浸透して、他の研究領域との融合といいますかね、これが非常に重要になっております。中でも経済とか産業では非常に強いんですけれども、文化とか情報というのはつい忘れがちになる。やはり文化情報というものとコンピューターとの新領域というものが猪瀬先生の意図でもありましたし、私自身もそのお手伝いをする必要があると、まあ、そういうことで今日までその考えが続いております。まあ、そういうことで今日お話しいたしますデジタル技術の進展、特に文化遺産のデジタル化の流れということで、まあ、当初はお断りしたんですけれども、若い人に話してほしいと言いましたが、まあ、昔を振り返るのもそんなに悪くないだろうということでお受けいたしました。それでこの図面でございますように、もうよく今の情報学という言葉が中心に置いておりますけれども、コンピューターサイエンスですね、もうアメリカではほとんどコンピューターサイエンスということですね。で、日本では人工知能と言っておりますけれども、知能科学、それから工学部での情報工学、まあ、こういうものが情報学の周りにあると。それと同時に既存の学問、数学であるとか物理学であるとか科学であるとか生物学であるとか医学、また工学部分では情報通信工学、あるいは建築学、それから文化系では法学、経済学、社会学でございますが、でもやはり人文科学、まあ、歴史学とか考古学、あるいは文化芸術学、まあ、こういうものとの情報コンピューターとの兼ね合いといいますかね、まあ、それが非常におろそかというんじゃなくて手が薄いといいますかね、国でやはりいろいろこう支援をする場合でも、やっぱり産業振興といいますかね、それが主体になってまいります。また今回の今日のように非常に経済危機になると、ますますこの辺のウェイトが下がってくるんじゃないかと私は非常に心配しているんですが、まあ、とにかく頑張って実績を作っていく必要があるんじゃないかと、そういう具合に考えております。まあ、その背景ですけれども、やはり貴重書、まあ、非常にまれな本、いろんなところにも奥の深くしまっているそういう貴重書、あるいは文化財、まあ、これが消失したり紛失したり虫に食われたりとか、あるいは場合によっては破壊されたりとか、そういうことがあります。まあ、それとまた非常な貴重な調査資料、これ自身も参与するということがあります。すでにトルファンというシルクロードの中心の石窟の壁画、これはドイツとかロシアとか、まあ、いろんな国がもう壁画を剥ぎ取ってしまって、私も2年ほど前プロジェクトのメンバーと訪問いたしましたけれども、ほとんどこうないんですね。でたまにしかないと、四方の中のわずかしか残ってないと。それからバーミヤンの大仏、これにつきましてもタリバンで破壊されたという、まあ、そういうことで非常に貴重な資料、文化資産が破壊されるというのはそういうことになっております。まあ、こういうものを正確に保存して未来へ継承する、まあ、これが非常に重要になってくると思います。まあ、そのままの形、あるいはできるだけ忠実に、また再現性、あるいは
その見る人が、あ、これが何だということが分かりやすい、そういう形にする必要があると考えております。まあ、それと私自身もやはりこういう記録あるいはメモの重要さといいますか、それを実感しましたのは、まあ、非常に有名なショック例ですね。1947年にトランジスタの発明でノーベル賞をいただきました。まあ、この方が私釜山法大学にいた時にお話を聞いたんですけれども、やはりノーベル賞、学会で発表する論文のほかに実験の時のメモ、ノートですね、それをこういう形でこう見せてくれて、ははやっぱりこの事実というのはきちんと記録して外部発表しないといかんという、まあ、研究者はしょっちゅう言われるんですけれども、当たり前のことですけれども、非常に貴重な教訓を得ました。それから私もいろいろこうプロジェクトで発表してると知り合いの文化系の方あるいは文科省の方が宇野先生これやってるんですかと、とにかく私が文化系の話をすると非常に何て言いますかね、ある意味でこう本当かなというような形で聞かれるんですけれども、私自身がやはり今日お話しするのもそうですけど、文系のお話というのはもともとも歴史というのは嫌いな学問だったんですけれども、今も非常に好きになりましたが、尋問系の専門家の方のアドバイスを得ましてですね、我々の仕事自身がやはり正確さを持つ、あるいは非常にその精度を持つといいますかね、そういう形にやっていっています。歴史学とか考古学の専門の先生、京都大学名誉教授の樋口先生、和光大学名誉教授の前田耕作先生、それから東洋文庫の前の理事長の柴先生、あるいは田中先生、まあ、こういう先生から常に貴重なアドバイスをいただいております。また私たちの共同研究者としまして、ポストドクター、文学部を卒業いたしましたドクターの学生を一緒に研究の仲間に入っていただいています。それで、まあ、こういうものをデジタル化して貴重書あるいは文化遺産を未来に継承する、その場合にそのアナログのままではやはり非常に困難であったと、そういうことでデジタル技術が発展して、まあ、デジタル化でいろいろな長所があると、まあ、そういうことでございますが、もうこれも非常に分かりきったことだと思いますけれども、整理してみますと、まず情報の加工とか編集がデジタルになると非常に容易になると、それからまあ情報の検索も非常に高度化できる、それから情報の共有とか発信も容易になる、それと膨大なスペースの保存蓄積から免れると言いますかね、私もうちに膨大な資料を置いてますと、もうワイフから早く片付けてきれいにしてちょうだいと言われるんですが、とにかくデジタル化をしたら本当にそうなるかと思っていまして、まあデジタル、自分のうちのデジタル化はこれから後に考えております。それから複製が容易、これは、まあ、いい意味での複製が良いと言いますかね、レプリカなんかもできて、まあ、いろんな親しみやすくなると、非常にオリジナリティと同等のクオリティで伝えられると、それから超高精細の表現であるとか現実に近い仮想化が可能であると、そういうことが言えると思います。ただデジタル化の問題点はそれと裏返して著作権の問題、あるいはデータ自身を盗難されたりとか、あるいは無許可のコピー、もう本当に今ですと USB とかですから、それを置き忘れたらもう他の人からコピーされるといいますかね、そういうことにもなります。それとその符号化方式、特にその音声であるとか画像とかそういうものになりますと、符号化方式がいろんな形のものが出てきます。まあ、JPEG とか MPEG は一般的ですけれども、Apple の提案するもの、あるいは Windows の提案するものという形で、マイクロソフトの提案するものといって非常に多様な符号化方式が出てきております。その符号化方式をインストールしないと読めないといいますかね、そういうことがあります。それとハードソフトの変化が非常に激しい、オペレーティングシステムが変わると同時にそのオフィス、ワードのソフトウェア自身も変わってくると、まあ、そういうことでデジタルで再現するというのがかなり困難になるといいますかね、そういうことも起きるかと思います。
ただこういう形でデジタル化しますと、テキストとか音声映像、まあ、そういうものがコーディングされて計算機の処理がしやすい。それから特にテキストの場合、文書がスキャニングによってデジタルテキストとして文字コード化することができます。まあ、そういうことでまた扱いも増えてまいります。それから音楽とかビデオでは情報圧縮によって、まあ、膨大なコンテンツを保存する、あるいは活用が可能になると。従来のアナログのテープがこんなにありましても、まあ、デジタル化しましたらハードウェアに収まるといいますかね、まあ、そういう効果も皆さん体験されていると思います。それからさらにこう進みますと、そういう二次元的なものではなくて、まあ、三次元的なモデリング、とにかく立体的なものもこう見たいと。いくらこういいものでもやはり平面的だったらなかなかその実感が湧かないといいますかね。そういうことですので、建築物とか工芸品、まあ、そういうものを三次元の立体表現をする。それから破壊されてしまってもおじゃになったものは三次元のモデリングやっていくと。これについても後ほどご紹介したいと思います。それから、まあ、空間、時間、空間を超えてその洋の東西を問わずいろんなところにあるものを再現するといいますかね。それからバーチャルウォークであたかも自分がそこを訪問したと。私たち の, やっていることを NHK で放映されたときに、後ほどもありましたが、森田アナウンサーがあたかも自分がそこで動いているような、そういう形で放映してくれましたけれども、まあ、そういうバーチャルウォークといいますかね、そういうことも可能でございます。それからデジタル化されたコンテンツですけれども、保存はもちろんですけれども、継承する、あるいは検索ですね、これを活用するためにいろんな形で検索をするということ、それからそのコンテンツ自身を管理するといいますかね、これはそのもののほかにこのコンテンツにいろんな有用なメタ情報をくっつけて管理するといいますか、そういうことも可能になります。それから先ほど申しました文書の OCR 化ですけれども、文字符号化テキストで、まあ、現状では 100% の復元が困難でありますので、まあ、要チェックといいますかね、そういうこともございます。それから画像につきましては、これをデータベースとして多面的に使うということ、それと先ほど申しましたけれども、自分の知っているそのものについてのいろんな情報であるとか、さらに有用な情報をくっつけるというメタ情報の付与、あるいはさらにこう注釈を付加するというアノテーションですかね、まあ、それと同時にそういう蓄積されたものを、まあ、多様な検索方法で、まあ、一番簡単なのはキーワードでございますけれども、キーワードであるとか、あるいは NII で発明しました連想検索であるとか、あるいは今現在研究途中でありますけれどもイメージ検索、まあ、こういう多様な検索ができるようになると思います。それで対象コンテンツといたしましては、情報の資源、リソースですね、それとそれに対する実体、まあ、エンティティと言ってますけど、そういうもの、それから対象をいろんな形でこう統一的に分類する、まあ、クラスといいますか、まあ、そういうもので整理していく、まあ、これが一つのやり方ではないかと考えております。それとウェブによる公開、あるいは情報発信、まあ、これも非常に重要で、そのウェブの情報発信のツール自身もかなり整備されております。それからホームページ自身もツールが整備すると同時に、皆さんが非常に多様化して高度化されております。それと、まあ、こういう形になってきますと、博物館とか美術館とか図書館、今までも完全にこう独立して図書館、ライブラリアン、美術館、博物館、皆さんそういう違った形で仕事をしているんですけれども、デジタル技術で共通の場を持ってきます。そうすると、まあ、将来的には展示や閲覧の仕方、そういうものも各博物館、美術館、図書館でも変わっていって、こう ある意味ではこう統一的な一つのまたユニークな形になっていくんじゃないかと、まあ、そういうのも私自身予想しております。それで、まあ、今までは、まあ、もう皆さんも知っているようなデジタル化の話をいたしましたが、まあ、こういう技術を使って今日お話します文化遺産の未来の継承ということで、デジタルシルクロードという、まあ、シルクロードの文化遺産をデジタル化して
未来を伝えるといいますかね、そういうシルクロードプロジェクト、まあ、これについてお話しさせていただきたいと思います。ユネスコでは1990年代にあのシルクロードプロジェクトということで、まあ、いろんなあの探検調査探検というものを大々的にやってまいりました。それで、まあ、シルクロードの調査探検というのが一段落して、まあ、21世紀2000年になって、まあ、何をしようと、そういうことでそのなんていうのか IT 情報技術をシルクロードの探検に当てようということで、あのユネスコの方からお話がございまして、で私どもは、まあ、ユネスコとあの共同して覚書を締結いたしまして、2001年の4月にあの国際共同研究、そしてこのデジタルシルクロードプロジェクトを行いました。でこれについては、まあ、シルクロードの多彩な文化遺産のデジタルアーカイブ、さまざまな歴史であるとか文化自然遺産のデジタル保存、あるいは未来の継承、こういうものを目的としております。それと同時に、シルクロードのいろんな調査探検の資料とか写真とか映像フィルム、これをあのデジタル化してアーカイブしていこうと、そういう形でスタートしました。これはあのデジタルシルクロードプロジェクトのホームページでございます。あのコンピューターを持っている方はこちらにアクセスしていただくとあの出てくると思いますが、 http が dsr.nii.ac.jp でございます。我々自身はプロジェクトをあのホームページで発信をいたしております。それで、我々のアプローチですけれども、シルクロードというのは非常にも膨大なあの広域にわたっております。そのためにあの取り上げるプロジェクトの対象物はまず危機遺産あるいは基調書、そういうものにスポットを与えようと、そういうことでスタートいたしました。それで、写真とか調査資料等の収集、そういうものに 注力をかけました。それから、いろいろな分野の専門家のご協力、それもいただかないといけない、そういうことで、いろんな方に協力いただいております。それとやはりあの情報技術で、新しい技術を活用していこう、我々自身も新しい技術を開拓していこうと、そういう形でやってまいりました。それと、そのためにはグローバルな共同研究のプラットフォームが必要であるということで、あの今日のお話にはちょっと外しているんですけれども、共同作業のプラットフォーム、アスピコという言葉で言っておりますが、これの開発を進めました。それと同時に、多言語処理で、あのホームページでは必ず英語と日本語でやっておりますけれども、現実にはあの中国の清華大学等と協力しまして、あの中国語でも発信しております。それからあのフランス語、ドイツ語、そういうものも一部やっております。そういう多言語処理もこのテーマの一つでございます。それと、国際的な研究コラボレーション、これは必須のことでございます。それでその国際共同研究、具体的にじゃあどういうところでやっているかということですが、あのまずユネスコです。ユネスコは MOU の、 あの期間が切れて、現在はユネスコとあの MOU は提携しておりませんけれども、あの出発の時はユネスコと提携してやりました。それから中国では清華大学、北京大学、敦煌研究院、それから社会科学研究院の考古学研究所、こういうところが該当いたします。それからフランスではパリのバルセドーナ建築大学、それからイランではテヘラン大学、それから ICHTO と言っておりますけれども、文化遺産観光機構、それからイギリスのブリティッシュライブラリー、大英図書館ですね。それからタイとかベトナムとかスリランカの、私 の、 あの知り合いといいますか、私自身があの学術情報センターの時に、タイとのサイネットを作ったりとか、そういうことで東南アジアといろんなあの親友がいましたので、そういう形であの海のシルクロードの一端として進みました。それとあの東洋文庫、それから早稲田大学の GITI、 それから京都大学の東南アジア研究センター、それから NHK、 それとあのソフトウェアメーカーさんとかいろんな方にもあの非常にあの多くの協力をいただいております。それで、シルクロード自身も皆さんはよく知っていると思いますけれども、これに書いておりますように、これはたまたまオアシスルートですね、オアシスルートですけれども、西安からその地中海の方へ行っております。
それからもう一つはステップルートでモンゴルの方を通ったこちら草原地帯ですね、もう一つのもの、それからあの海のシールート、これは奈良からずっと東南アジアの方をずっと通ってベニスまで行くといいますかね、まあ、これがあのシルクロードと、あの先生方によってはいやこうだとか、あるいは中国の方はあの中国よりあの東の方は入れないとか、まあ、そういうことも言われたりしておりますが、まあ、私とかあるいはあの前田先生もあの初め納得するのにあの大変だったですけども、現在はこの海のシルクロードについてもいろいろコメントをいただいております、まあ、そういうことで、まあ、ルートについては、まあ、大体こういう我々を言ってるのがあの間違いなくあのいろんなルートをカバーしているんじゃないかと、そういう具合に思っております。それでまず最初に東洋文庫の図像資料マルチメディアデータベースのお話をしたいと思います。これはあの気象庁東洋文庫自身 の気象庁で、まあ、東洋文庫はあのモリソン文庫を継承してあの世界の5つのそういう東洋学 の研究所として、研究所の中の一つであるという具合に非常に高く評価されております。その中でもあのシルクロードに関連する書籍、例えばあのヘディンとかシュタインとかあのそういう方の探検記、それもあのたくさんございます。私も東洋文庫のこう棚を見てあのなかなかあのシルクロードの図書がたくさんあるなと、そういう具合に考えました。でその中で現在貴重書110冊約 27,400 ページ、これをデジタル化いたしております。おそらくこれはあの世界でも非常にあの学術研究分野ではあのトップをいくんじゃないかと思っております。あの今デジタルアーカイブでも何でもかんでもアーカイブするという形であの、まあ、自由に発信というのもありますけれども、あの東洋文庫自身は閲覧をするのでもあの大学院の修士以上でないといけないとか、あるいは先生の紹介がないといけないと、まあ、そういうことであの非常にあの書籍を見づらいわけでございますが、まあ、それをネットワークで見れるということで、あの多くの大学生、海外の大学生、先生方からも感謝をされております、まあ、こういうシルクロード研究において基本となる文献を中心に地図であるとか写真であるとか旅行記などを集めております。それからあの表紙から裏表紙まで全ページをスキャンしております。で特徴ですけれども、オープン型のデジタルアーカイブ、とにかくあのスキャンしたものは全てアーカイブすると、アーカイブデジタルアーカイブで公開するということで、あのパスワードがないと見れないというようなそういう形にはしておりません。それと著作権の終わった貴重書、まあ、日本では50年で、あのヨーロッパの国では70年とかがございますが、あの日本では50年でございます。それから多言語のデータの管理とアクセスの実現、それからナビゲーションとサーチ、これはあの研究目的によって、あるいはあのアクセスすることによってこうナビゲーションで行くのと、それからもう特定のものを見つけ出そうということで、あのキーワードでサーチするといいますかね、そういうことも両方提供しております。それと高精度層のデジタル紙を使うとか、高解像度の画像の撮影、それから公開する際にはあの画像の場合はあのすみませんけれども、コピーされちゃうといけませんので、低解像度にいたしております。ただテキストの場合は過酷なように白黒高解像度の画像にしております。これはあとそういう貴重書の中での、 あの画像写真の部分、画像の部分を集めた書籍の中から集めたものでございます。これも東洋文庫の部分をアクセスしていただけると分かると思います。特に貴重書における画像リストという具合に捉えて、あの皆さんがよくいろんなところでこう見られる図面、これもこの中に入っております。それから探検資料の書誌情報、これはイギリスの探検家シュタイン、あの出身はハンガリーですけれども、これのセリンディアという本、それがそのどのボリュームで、その中にはあのどういう図面があって何ページでどういうことを書いているというような、そういう要約もしております。それから探検資料のサムネイル、これもシュタインのセリンディアのボリューム1ですけれども、表紙から全ページをずっともうあの見れるような形にしております、まあ、そういう点でその
東洋文庫に行って開いてみるという、そういう感じで見ることができるんじゃないかと思います。それからディジタル化ですけれども、高性能のディジタルカメラを使用すると同時に高解像度の撮影、あるいは公開する際には低解像度にする、あるいはテキスト過読な白黒高解像度の画像にすると。それはどうしてかといいますと、我々自身、OCR テキストとしてパッと読んで、とにかくもう読めるという具合に思っているんですけれども、イギリスのブリティッシュライブラリーの専門家が見てると、やっぱり かなりエラーがあるらしいんですね。だからそういうことで我々はイギリスの大英図書館と MOU を結びまして、英語のネイティブスペシャリストに構成をしていただくと。そうしますとやっぱり1ページの中に数語重大な誤りがあるといいますかね、そういうことをやってお送りします。まあ、それと同時に XML でマークアップして、さらにこのテキストをこうコード利用できるといいますかね、そういう共同研究を進めております。それからこういうコンテンツの利用の仕方ですけれども、多面的にいろいろ活用していきたいと、まあ、そういうことで我々のグループのメンバーでは、例えば先日記者発表いたしましたけれども、古都北京のデジタルマップ、それから地図で探るシルクロードであるとか、あるいは記帳書で綴るシルクロード、写真でつなぐシルクロード、あるいはシルクロードキッズ、子どもたちでもシルクロードについていろいろ学んで、それから遊んで絵を描いたりとかもできると言いますかね、そういう形もしたいということで、線画シルクロード、まあ、そういう新たな創造の場を提供しております。まあ、これは我々のデジタルコンテンツをさらにそれをベースにして多様な形に持っていくという、そういうものでございます。コロナ禍の一つですけれども、シルクロード断層、これはあと北京大学の林先生という方が書いてくれたもので、それを我々のところの研究員であります大西さんが日本語に訳したんですけれども、中国語の版もございます。要するに我々の東洋文庫で得られたコンテンツから西洋文明の西域文明的発言という、まあ、一つのこう物語といいますかね、文章を考え出して作っていま ますが、まあ、そういうことで、あと北京大学のいろんな方が作ってくれております。それからシルクロードマップでございますが、これは探検家の著書に記載された歴史的な地図でございます。このコレクションもございますけれども、まあ、これはタクマラカン砂漠の写真ですが、いろんなところでマップがコレクトされておりまして、まあ、これを使ってまた次の発展をするというような、そういうケースでございます。それから、まあ、こういうマップを Google マップ、すでにいろいろな形で皆さんもご利用されたり知っていると思いますけれども、衛星から非常に詳細に写した地図ですけれども、その上に我々の古地図、古い地図をこう重ね合わせてみるといいますかね、そういう作業もやってみました。これは北京の古地図と現在の北京地図、現在の北京の図ですね、それを重ね合わせてみたと。まあ、いろんな写真をデジタル化によって継ぎ目のないような形でつなぎ合わせるといいますかね、これも我々 のところで働いております西村さんが非常に労力かけてやったものでございますけれども、まあ、こういう形でやっております。次は話がガラッと変わりますが、三次元のモデル化についてお話したいと思います。地震で破壊されたイランのバミ遺跡について
お話ししたいと思います。これも NHK で何度か取り上げていただきましたけれども、イランのバム、テヘランから南に1000キロぐらい離れたところで、日干しレンガの建造物でございまして、これが2003年の12月26日の大地震で破壊され、4万人を超える死者を出したと、そういうことで2004年にはユネスコの危機遺産に登録されております。でこれですが、イランの文化遺産機構 ICHTO、 今文化遺産観光機構と言っておりますけれども、そこから協力が要請がありまして、それで我々自身も何か IT でできることは協力しようということで、これはイラン、この女性、左側の女性はですね、イランから情報学の PhD の専攻で私のところへ来ていた、現在もいるんですが学生ですけれども、彼女は日本に来てまず最初にですね、地震が起きてもうびっくりしてアパートメントから飛び出したらしいんですが、今度はイランで地震が起きたら、自分のやったこの2年間ここでですね、やっていたらしいんですけれども、とにかく破壊したものを何とか直したいと、そういうことで非常に熱意を持ってですね、やりたいと、そういうことで彼女に押されてですね、3次元のダムの復元というのを取り囲みました。ただ初めはなかなかここの NI の中でもですね、手伝ってくれる方がいなくて、私早稲田の客員もしておりましたので、早稲田大学の方でお願いして、それからテヘラン大学、それから先ほど言いましたフランスのパリのバルセロナ建築大学、そういうところに協力していただいてやっております。それでウェブを立ち上げて写真の提供、これは我々のプロジェクトの北本准教授が手伝ってやったんですけれども、いろんな方から写真の提供を受けました。 NHK からも1980年のシルクロードの第一巻の時の撮った写真も提供を受けました。そういうことで写真であるとかフィルムを使って3次元の仮想復元をするのにチャレンジしております。これが地震の前のバム遺跡 でこれが地震の後のバム遺跡ですね。そういう形になっております。もうほとんど見る限りない。私も、3年ほど前行ってみましたけれども、もう本当大変な形になっております。それで我々はそういう形で現在3次元モデルではレーザー計測をして立体感を持ってやってますけれども、それができませんので、実計測をしなくて写真とか図面であるとか航空写真であるとかカートグラフィーデータとか、そういうもので評価して、なおかつ専門家にフィードバックして評価していただくということで、先ほど言いました早稲田、テヘラン大学、バルセロナ、その3つの大学の協力を得てやっております。こういういろんなデータを用いて3次元に復元するといいますかね、そういう経緯でございます。それと 3D 化の推薦ですけれども、あと撮影時期によってどんどんこう破壊されて壊れてますので、いつの時点に撮ったかといいますかね、NHK は1981年ですけれども、大久保千尋さんという画家の方、その方は85年より後に行かれたという具合に聞いてますけれども、いつ行ったかとか、そういうものの検証というのも必要になってまいります。こういう形で撮ったものをこうデジタル化で復元をして、それでバーチャルな形で見ていくといいますかね、そういうものの一例でございます。これは先ほどのバム遺跡のエントランスの部分から入っていってやったもので、先ほどの、無残な形のあとバムの城塞がこんな形で、昔はあったんじゃないかと、そういう具合に思っております。
非常に難しいのはですね、日本の木造建築だったらもう壊れるということを前提にいろんなデータを持ってるんですね。ところがこういう城塞なんか石あるいは現在のバムですけれども、ほとんどデータというのは設計データというのはないんですね。まあ、そういうことでバムを知っている人に、まあ、ここの場合先ほどの女性ですけれども評価してもらってやるとか、あるいは建築学的にそれを見てやるといいますかね、そういう形になっております。でこれはNHK で放映していただいたんですけど、先ほどのやつを NHK の方でアナウンサーが実際に入っているような形でモデルをして入りました。森田アナウンサーがこれをここの歩きながら解説していると言いますかね、まあ、そういうことで2次元よりも3次元的に見えるとやっぱり親近感が湧くといいますかね、そういう具合な感じができると思います。それからこれはなんで我々こういうことをやるかというんですけれども、初めイランの方が来られた時、 ICHGO というところが来られた時にとにかく数年以内に復元するんだと言いましたけれども、もう数年経ってるんですけども全然復元になってないんですね。だからそういうことでとにかく将来の物理的な復元はするというそういう意図は持っておりますので、それに提供できる貴重なデータというものをデータベースとして提供しようと、まあ、そういう形で進んでおります。まあ、データベースでいろんなものがありますけれども、例えば我々がやったもので、バザールですかね、バザール。バザーですかね、バザーでも、ちょっと出てくるのが遅いですけども、すいません、ちょっとデータがなかなか難しいんですが、いろんな形のデータを破壊前のデータであるとか、あるいは破壊された後の写真であるとか、それから3次元のモデルに撮ったデータであるとか、そういうものを誰が作ったとか、あるいはどういう金で作ったとか、そういうことも全部分かるようなきちんとしたデータを蓄積しております。まあ、これでずっと後になってもやはり復元をするときには何らかの形で使っていただけるんじゃないかと、そういう具合に考えております。ここにありますようにですね、いろいろな形で使えるような形になっております。それと研究の特徴ですけれども、先ほど申しましたイランの文化遺産観光機構と NII 国際国立情報研究所と国際共同研究に関するその包括的な協定を結んで、その下で早稲田大学等に協力していただいているそういう形でございます。それと、まあ、物理的な復元にこの我々の結果を使うと、それから、まあ、実際に物理的に計測を使わなくてこういう復元するというのはまた学術的にも非常に面白いテーマでありますので、まあ、こういう形でいろいろなやった方法を学会等で発表させていただいています。それから資料というものがございませんので、現地のこの事情を知っている専門家でリエバリエーションしていただくというような形をとっております。それから最後になりますけれども、 NII イマジナリーミュージアムで、まあ、シルクロードのさまざまなリソースを、まあ、地理的時間的要素も考慮していろいろな角度から眺めてみようと、そういうことで文化遺産オンラインシステムというのが作るときに、まあ、イマジナリーミュージアムも NII は文化遺産を持っておりませんので、我々の方のやつをちょっと提供してその中に入れていただきました。ミュージアム部分ではバーミヤンバーチャルミュージアム、
ライブラリ部門では東洋文庫の貴重書、それからあとシネマとかパノラマとかルーツ、あるいはクロノロジカルマップという、そういうものを用意しております。これは、トップの画面ですけれども、この写真は私があのシチリア、あとスリランカに行った時に撮った私自身の写真でございます。あの裏バックの写真はですね、やはり私のところであの働いていた村松貴子さんという方があの朝日新聞の敦煌研究院で行った時に撮った写真で、あの我々はあの写真を使わせていただく時にあの全てきちんとしたパーミッションを取ってやっております。でこれはあの越前さん、あと写真家の越前さんという方が撮られたもので、まあ、それをあのパノラマで見れるというような、そういう形にしております。まあ、ディジタル写真と測量図を結合合成してできるということで、まあ、現在はあのホットパークスという会社さんがあのこの越前さんの写真は管理しております。あの南北いずれの方向でもこう見れるといいますかね、そういう形のものでございます。それからあのクロノロジカルマップというもので、これはあの、まあ、そういうイマジナリーミュージアムでもやはりそれぞれの時代であのどんな形だったかということはやっぱりぜひ知る必要があると考えておりまして、各自それぞれ の, あのいろいろな遺産の写真であるとか、あの三次元画像であるとか映像というものがその時代がどういう時代であったかということも合わせて見ることができるといいますかね、まあ、そういうものをあの考えております。それ と,、この中では一般公開型とグループ専用型と、やはりあのこういう写真も含めてですけれども、いやあの他の人にはちょっと見せたくないんだ、俺たちの仲間だけだと、そういう方がやっぱりあの先生方もいらっしゃいます。あの私も何人かいろんな先生であの校長して、あのもう心よくやっていただいた先生もいるし、あの最後の最後になってですね、やっぱりあの見せられないと断られた先生もいらっしゃるというようにですね、あの非常に難しい、まあ、そういうことであのやっぱりグループ、あるいは自分で占有したいという方にもやはり使っていただけるようなポータルを考えております。それで、まあ、一般の公開型はシルクロード全域で外観をできると、それから投稿にはご自分の名前でもニックネームでもあの使うことができるという、そういう形にしております。それから専用型はパスワードが必要であると、あの他の人には勝手に見てもらっては困るということでパスワードが必要であると、それから、まあ、特定の専門グループで共有すると、それでメンバーの間で、まあ、あの了解を得られたらあのコンテンツはパブリックへ公開するといいますかね、まあ、そういう形に持っていっております。それであの、まあ、今までの現在述べましたいろんなものをあのちょっと復習させていただきます と,、まあ、東洋文庫図像資料のマルチメディアデータベース、まあ、これはあの非常に東洋文庫さんの、まあ、もう絶大なるご協力でですね、あの長い期間やっているんですけれども、本当にあの世界のいろんな方が利用してあの非常に素晴らしいものであるという具合にあの評価いただいております。それから2番目は、地震で破壊されたバム遺跡の3次元 CG ですが、一番最初やっぱりあのバムから来られた方がですね、あの協力してくれと言った意味がやっぱり分かって、あの日本ではですね、あの国士舘大学であるとか埼玉大学であるとか、あのいろんな先生がやはりあの日本政府あるいはユネスコでの協力であの物理的な復元には協力をして、例えばあの、ね、粘土なんかでもあの火災に強いとかですね、やっているんですけれども、結局実験だけで本当にやっぱり復元にはとうとう至ってないんですね。それで我々はもう初めからそういうことは無視して、とにかく IT 技術をあの3次元モデル化に使おうということで、まあ、3次元モデルと同時にそれをその3次元のデータベースに取るといいますかね、まあ、あのもうちょっと詳しく言いますとオントロジーというあの技術を使って、まあ、いろんなそのあのいろんな方がやってもあの定義があの共通化するとか、あるいはコンピューターに分かりやすいとか、まあ、その間の関係が分かるとか、まあ、そういう形であのデータベースとしてあの作り上げております。それから
あと DSL のイマジナリーも言いましたように、やはりシルクロード自身を外観するというか全体的に眺めて、いろんな形 のご自分のやったものも含めて参加型でやっていけるといいますかね、そういうものもございます。まあ、それとそういうメタデータあるいは管理、非常に重要なことですが、今日はちょっとお話できませんでしたけれども、アスピコという管理ポータルを構築しております。まあ、これは我々の学術論文であるとか海外の方には使っていただいておりますけれども、やはり本当に汎用的に使うためにはもうちょっとチューニングしないといけないかと、まあ、そういうことで、まあ、文化遺産あるいは文化情報の研究というのがですね、まあ、非常にこう多様化して一つのこうユニークなものを作るというのが非常に難しいということを実感しております。それと一番上の東洋文庫図像資料のマルチメディアデータベースの派生的に出たものでございますけれども、古都北京でのデジタルマップであるとか、地図で探るシルクロードであるとか、基調素で綴るシルクロードであるとか、シルクロード記述あるいは線画シルクロード、まあ、こういうものがございます。それとデジタルシルクロード国際シンポジウムというものを東京 と、奈良で行いました。まあ、これにしましても世界から非常にたくさんの方が参加していただきまして、熱心な討議が行われました。それからシルクロードワークショップというものを3回中国と日本で開いておりまして、2度北京でやったんですけれども、来週日本では第3回目にやって、清華大学であるとか北京大学であるとか敦煌研究院の先生方が参加していただけます。それからシルクロード国際諸国の情報リテラシーということで、こういうお話を、やはりシルクロードの国というのはほとんどがもう情報技術については発展途上国でございます。そういうために教育とか訓練というものをやっておりまして、今日来ていただいてます鈴木さんにも足を運んでいただきまして、アゼルバイジャンでですね、そういう訓練も二度ほどやってきております。まあ、そういうものでございます。それでまとめにまいりますけれども、世界の激変、それから古く良きものの破壊とか消失が進むと、それグローバルな情報とか知識の提供とか創造とか共有というのがますます重要になると考えられます。それからこういうものをデジタル化技術を用いて未来への継承とか世界に公開あるいは学術研究をする必要があると思います。それから同時にシルクロード研究でさまざまな出会いとか楽しみながら、シルクロードの歴史とか文化を学ぶという、そういうことができるんではないかと思います。そういう点でシルクロードのイマジナリーミュージアムの中での、参加型サイトは皆さんの是非の参加とですね、投稿というのをお願いしたいと思います。ちょっとここのところクリックこのしてみますと、シルクロードの地図が出ますですね。それで、先ほど申しましたように我々が自分自身の写真であるとか、あるいは許可をいただいた写真を投稿していただくとか、そういう形にしておりますが、例えば、先ほどのスリランカですけれども、スリランカのシーギリア の像ですけれども、天女像ですね。これはどういうものかというのは、ここに所有者慶応のと、あるいは撮影者慶応のという具合に私自身が撮ったものでございまして、そういう形で皆さんご自分 の所有権はこう主張していただいてやっていただけるといいますかね、そういう形になっておりますので、ぜひこの投稿サイトでご自分の投稿をエンジョイしていただきたいと思います。それと同時にそれがいろんなその学術研究とかあるいは他のことに役に立つのではないかと思っております。もちろん特定のグループで専門的に研究したいという場合には、それは言っていただければ我々は専門のサイトを提供いたします。それでパスワードもそのメンバーだけで使えるという形で、一般にはこういう形では公開されません。これもいくつか作っております。それと最後になりますけれども、本日は非常に寒い中多くの方々にご出席いただ
ただきありがとうございました。で今日お話したあのディジタルシルクロードに関する出版物ですけれども、あの全て英語ですけれども、あの興味がおありの方はあの出口にですね、あの置いておりますので、あとお持ちいただいて結構でございます。ただあのあと亡くなった方はあの印刷の住所氏名を書いていただければ後ほどお送りいたします。それからあのこの研究については、まあ、内容につきましては北本准教授をはじめとするプロジェクトメンバーの方、それから制作ではあのいろんなソフトウェアメーカーさん、それからファンドですけれども日本学術振興会の科学技術研究費の基盤研究、それから研究成果公開促進費のデータベース、それと国立情報学研究所の共同研究費、それから最後にこのパワーポイントはあの原田美和子さんに手伝っていただきました。まあ、そういうことで深く感謝いたします。あの以上でございます。どうもありがとうございました。